山本昌さん、立浪監督はこのままで終わるような人間じゃないと巻き返しに期待再開に終わった中日の今季の原因も分析として YouTube 中村武志の39チャンネルで期待を寄せていたって完全に忖度な感じがしますがどうでしょうか次の監督として名前が挙がっている山本昌さんなので選手はいろいろ見ていると思うそんな山本昌さんの立浪監督へのコメントはこちら選手辰波は、 野球に関しては絶対に失敗しないような人だったので、立浪監督もこのまま終わらないだろうと思ってますけどね。僕は、そういう星の下に生まれてんじゃないかなっていいここまでの低迷に関して、続けてこのようなコメントをしたやっぱり打つ方ですよね。立浪監督が取りに行った外国人が全部外れたということ、ドラフトで取った選手とか、今いた選手で育てようというのが、 ちょっと予定通りに行かなかった。ビシエドが1年間安定して活躍できなかった正直、立浪監督が就任時にいつ方は必ず何とかしますというのは低迷の始まりだと思う。 理由はバンテリンドームでは守って勝つ野球をしなければいけないのに目指す野球がそもそも違うからである。監督としてこうしたいが強すぎる立浪監督が空回りをしているだけである。監督というのは依頼を受けた時の選手を踏まえた条件で何をしたらシーズンで勝てるのかを考えなければならないのに、打つ方なんとかするってピントがずれまくっている。 客観的にコンサルティング的な視点で分析すると今後の中日のやるべきことは明確だと思う。そんなことが分かっていて逆に打つ方を期待させるコメントをする山本正さんの腹黒さがあるのではないかと思ってしまう。だってバンテリンドームをホームとする球団がバッティングを向上させてチーム作りをするってどう考えても間違っている。参冠を取った監督である落合が監督してモテるチームを作らなかったのに気づかない立浪監督のスルー力はすごいものがある。正直。 このまま行くと来年の前半には監督は休養してしまうような気がしてならない。皆さんはどのように考えますでしょうかコメント欄にご意見をいただけると嬉しいです。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。中日ドラゴンズは選手層が非常に薄いのが問題なのです。今季は2軍でも再開独走状態では上げたい選手も限られてます。原因は若い選手に素質がないのか、育て方が悪いのか素人にはわかりませんが、 これでは強くなれるとは思えません。f a とかドラフトで即戦力を取っても一時的に強くなっても長続きしないと思います。球団として今後のビジョンを明確にして昔のような強いチームを作り上げてください。立浪監督に期待できる要素、どこにあるのだろうか。シーズン終盤の采配を見ていると、来シーズンへの絶望しかない。ロッテを見ていると、対して戦力は変わらないのに、むしろ投資力は中日の側へ、に、 CS ファーストステージが地上がり監督の差だと痛感させられる。ヘッドコーチの人選によっては、わずかに変わる期待も持てたが、片岡ヘッドコーチであれば、さらに悪化する未来しか見えない。マイナス×マイナスでプラスになる奇跡が起こりくれるのを1%くらい期待するしかない。チームとして一つのポジションを高いレベルで競争して奪える人材が少なすぎることではないでしょうか。育成の環境面でも他球団から差がつくばかりで、二軍は深刻な状況と聞きます。 仕方がないとは、育成ドラフトで入団した選手が退団する報道を見ると、育て上げられない責任をもっと球団としても反省すべき点ではないかと思う。どこの球団も予想外のことが起きても立て直しながらやっているけど、中日はそれができない。そこが肝心だと思うけど、即戦力となれる人材をいかに多く育てることからでは、技師の調子を待たずにファームに落とした結果、技師が一年間働けなかったのだと。来季は技師は6、7番で石川、細川、 ブライト、新外国、ドラフト、故郷でクリーンアップを、あと、岡林も失敗しても良いからどんどん走ってもらいたいし、大島とのエンドランもたくさんしてほしい。それと、走れる選手獲得も、ただでさえ、高松放出、伊藤戦力外で走塁は落ちてるから、関心との差が明確に数字で出てる。相手投手にもっとプレッシャー耐える野球をしてもらいたい。打てないけど投資力はそこそこと思っていたが、 2軍は投手陣が崩壊していたそんな中松山選手を1軍抜擢したのだけが今シーズンの救いかな二遊間を守れる人はどの球団でも貴重なのに簡単にトレードしてしまったのが今シーズンの低迷の原因そりゃあ、簡単に二遊間のレギュラーは育てられないよそんな中で土壌を使わない采配にきシーズン何を期待すればいいのかとさえ思う立浪監督は 10年以上も外から野球を見ていたわけだが何を勉強したのだろうか。外国人選手の不信などのせいにするかもしれないが、他チームでもスケットはそれほど活躍しているわけではない。となると、やはり采配のミスがほとんど敗戦につながったと考えるのが一般的かと思う。このまま来年も続投打が劇的に強くなることは難しいのではないか。今年の再開の理由はもちろん根本的に言ってない、特にチャンスで打てない、死球がない、ノーヒットで点を取れないなどなどがあるが、 外国人や死生士の全滅これに関しては使ってみないとわからないから開幕当初は仕方ないが、無駄に引っ張り続けた原因がある。溝脇、加藤への謎の信頼感いつからそんなに指示を得たか知らないけどいつの間にか代だ1番手と2番手になってた。ドラフトにしても新外国人にしても、いい選手を取りたいのは中日だけじゃないからな。ドラフトについては再開ということでウェーバージョンが早いという強みはあるにしても、 新外国人はスカート力と資金力が求められるし、他チームより有効な補強ができるかどうか。単純に考えて、他チーム以上の補強をしないと差は縮まらないわけだしね。立浪さんは、PL 時代から選手時代まではエリット中のエリットだったので、挫折というものを知らなさすぎたのが原因で、弱者の野球ができてないと思う。例えば、さよならの場面で主力にバントさせて、打率1割のバッターを代打に出したり、3割半ば打ってた時の細川に代走を出して、 延長まで行って細川の代走で出た選手まで打席回っていってなかったとか、ことごとく采配がうまくいってないから、来年も期待はできないかな。今年は、立浪も本格的にチームの血の入れ替えをして、自分の思う方向へと指導してくれだから、指揮官の際はなかったのだと思うけど、今年、立浪の采配で高い評価を受けた場面とか、あっただろうか。来年は、片岡との最悪コンビ結成となり、 さらにストレスが溜まる一年になるだろうことははっきりしている。うん。監督としてはこのままで終わる男のような気がする。ドラゴンズ OB はタ波に対して強く言えない部分はあると思うけど、タ波がこの2年を踏まえ、3年目に劇的に変わり、成績が急激に上がるとは思えないけどな。同じ球団の OB だからおんちゃらも言わないと、名古屋での仕事もなくなるからね。でも解説者するならばもう冷静に論理的分析して話しましょうね。タ波ほど名選手でこれだけ。 采配下手くそは初めて見ました。きっとこのままでは終わらないでしょうね。来シーズンはもっと完璧に素早く再会を確保し、歴代ワースト記録も多数更新してくれるでしょうね。